バイサン TV! バイサン TV! テレビ来たやった。テレビの今めちゃめちゃあったね。あったね。あ、今日ちょっと嬉しい。めちゃめちゃ雰囲気違うでしょ。ソファーだから、あ、ラグジュアリーな感じ、ね、ラグジュアリー。今日ね、初のゲスト呼びました。わー、わかりました。あれやな、あれやな。あ、ひな壇方式。そうだよ、ゲストがいるんだから。全部入らない、段取ってんだから、ね、じゃあ行きましょう、はい、もう早速呼びますよ。はいはいの上田くんです。どうも、マスターバイテル。あ、こう倒しちゃった、ね、おー、勢い勢い。そうですよ、ね、すごいね、こんなとこでね。そうだよ、久しぶりだな。久しぶりよ。ここはオーバーしたんですか。俺久しぶり。ポコポコにも出てくれないから。いや違うよ、一回もオーバー来てるもん、あれから。あ、そう、もう10年ぶりぐらいなんじゃない。そんなになんの。いや、そんなにはなんねえよ。なんだ。ここはもう入っちゃってる。そう、ちょっと何やってんの。家が近くて、ね、ものすごい家近い。あ、俺結婚したんだよ。そう、あれ埼玉にいるんじゃないの。違う違う、今もう目黒。そう、埼玉の人がね、カラオケ屋、カラオケ屋で。ナチュラルにあんたが住所を言うことによって俺までバレてる。あのね、居酒屋やってるの、あの嫁さんが。あ、結婚したの。そうそう、それで嫁が居酒屋やってるからご飯食べたりするから。そう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 。え、どこって綺麗もんね。あ、目黒2丁目っていう居酒屋。行く、行きたい、行きたい。山手通りと目黒通りぶつかるこの辺ね、角のとこ。おー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 、坂降りていったとこね。そうそうそう、もうこのご時世じゃ なかったらね、うん、ぜひ来てください。まあ僕ほとんどいませんけど。何の宣伝だ。あ、そうなんだ。上田君がね、うん、実はね、うん、大好きやね、こういう音楽が。大好き。見てよ、この T シャツ。やってたし。ニューキーパイクス。もう知ってるし。ね、うん。やっぱ年もちょっと俺らより上だから。ちょっと上だから、俺の3つ上だから、2つ上。2つ上。そうだよ、だってもう、だって SOB の、うん、まだ、いきなり SOB だけど、SOB も革ジャン上下の時代知ってるからね、これ。まだ短パンになる前。わかんない。だから、まだ早くない時。早えよ。早い時。早くねえ時ねえ。超早い時。超、まあ、日本語で歌った時。あ、はいはいはい、デスメタルになる前。まだね。すごい。で、今日はだから上田君に初めてのゲストだから。しょぼいな。いいのよ。俺が言うのもない。大丈夫なの。大丈夫。で、上田君が、もうじゃあ早速、ね、はい、これね、紹介してもらうのよ。Okay、自分の好きな音楽を。おうおうおう。で、今日持ってきてもらったんだよ、うん、でもまあ、いろんな音楽聴いてたんだけど、まあ、まずはこれだよね。どれよ。ちょっとレコードになっちゃうんですよ。いや、全然いいよ。まずはこれですよね。なんですか。じゃん、これはまあ、知ってる人は知ってるでしょ、はい、これでございます。じゃーん、エクストリームノイズだよとカオス UK のコンビ。ちょちょちょ、マジな話。VS の言った通ってる。いや、あのねエクストリームノイズトリオとカオス UK それぞれはあちょっとだけは聞いてる。これ通らない人いる？見てこれ、このマーク、ほらニューキーのこの。いや、ちょっと見てるでしょ。そうね、そうそう、だからね、これ90とか80年代だね。ちょっと古いんだよね。そうそうそう。いやいや、だけどこのエクストリームノイズトリオの一番曲の一番最初の、うん、システムシットっていう歌があるのね、うん、これはヌンチャクがコピーしてて、あ、やってる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 。その後に、マキシマンズホルモンとかもやったりしてる。あ、やってる。で、ね、曲調的にはさ、もうこれでもツインボーカルだもんね。ツインボーカルだからもう聞きやすいの。聞きやすくない。ないそうだよね。全く聞きやすくない。ドラ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 。やいやいやのやつとゴーゴーゴーとやいやいやのボーカル。ただ今全世界ではこれだけの動物が死んでるんだぞ、お前ら考えろとかっていう歌詞。ただでもそれは聞こえないでしょ。やいやいやいっつってだけでしょ。で、子供のトンとか、だから これに影響を受けてヌンチャクが始めて、うん、それに影響を受けてツインボーカルとかね。そうそう、マックスマンホルモンとか。そうなんだ、すごい。カウス UK はもうほぼ、うん、なんだろうな、なんかこの人たちもう汚いもんね。そう、ただのあのね、共同生活をしててね、うん、頑張ってる人たち。紹介の人。イギリスの人。そう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 。イギリスだっけ、カウス UK って。そうだっけ。確かそう、イギリス。そう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 。だから本当にブルーカラーの人たちね。うん、で、これの流れで、エクスノイズターの元々一番最初に組んだ時のドラムが、ニック・ハリスってめちゃくちゃ速いの、叩くのが、うん、それがナパームですよ、後日作るわけ。あ、ドラムが作ったの。そう、まあ、中心的だ。もうこれ50何回メンバー変わってるから、今誰が作ってるの。オリジナルがいない。いない、オリジナルいない。まだやってますから。ナパームですよ、もうオリジナルがいない、ね、うん、で、これ裏にな、こっち顔があるんだけど、うん、この人が多分ドラムの人なんです。じゃあこの人が作ったんですね。じゃあ作ったっていうか、まあまあまあ中心的に初期面ね。初期面は違ったのかな。初期面じゃない。イギリスナパームです。違う、これはね、めちゃくちゃ
いろんな、まあ、いろんな人いるもんね。でこの人が今、カーカスとかさとかのこう流れてったりとかしてって、いろんなね、いろんな重要なバンドにいるんですよ、みんな。そうなんだね、はい、ハードコア。そう、ハードコアっていうか、だからもうグラインドコアや。この辺はでもまだね、ハードコア多少。あ、そうなの。うん、この辺はこれまだ1秒じゃないとき1秒もある。7秒だったかな。7秒の曲ね。7秒の曲。あんまりにもだから、うん、なんかもう CD とかになると57曲入りとかになる。あるある。そうそうそう。だから EP で57曲の。ナラパームですら通ってる。ちょっと聞いてる。これもまだだからデスメタルになる前。そんなにこの長ったらしいリフが続かない、うん、あ、じゃあ聞きやすい。聞きやすい、ものすごく聞きやすい。そんなことない。そんなわけない。早い。そう、はい、もうだから、いや、これより早いね、うん、今言っ、口でドゥルルルルルルルって言ってるより早いね。ねえ、そういう時ってさ、ライブハウスでさ、お客さん何人。俺でもナパームです、見に行ったからね。向こうやん、そうそうそう、こうやって、もうこう。たまに飛んでくるわ。そうそうそう、ぐちゃぐちゃよ。でもなんか長髪のロン毛のやつがいっぱい舞台に上がってるから、どれがボーカルだよ。どれがボーカルだよ。だいたい太ってるしね。ちょっとまだ休む前。これはこういうのがいろいろね、でかいんだよね、影響を与えてるんです。じゃ結構ハードなのが好きなんだね。上田君はね、好きよね。だからね、ゴリゴリこの人は。だからハードコア不法集会っていうさ、無理バスがあってさ、そうそう、いろんなハードコアバンド、コブラとか、日本でいうとコブラ、日本人とかね、ハードコアの、そう、それをね借りて、ツイッターで返せっていうか、ツイッター上でもう聞きたいから返せって来て、俺がいや俺まだ聞きたいから返さないっつったら、大の字のおじさん入ってきちゃって、そうそうそう、俺でいや俺にも貸してくれって、そうです、そうそうそう。でそこで吉田豪さん入ってきちゃって、そうそうそう、すごい、そういろんな、あのね、オクテポルチェさんとか大好きよ。あ、そうなんだ、ゴーさんとか。あの辺の方々はこういう音楽好きなの。好きだんじゃねえか。てか知ってるって言うのやからね。通ってるってことか。そうそう、オクテポルシェさんは大好き、うん、この辺とか。ツイッターでよく絡むけど。他どういうのが好きなの。やっぱこういう基本的な。あー、まだこれはさ、多分高校生かぐらいに聞いて、なんだこれと思って。あなた、この人ね、だってさ、オールナイトニッポンやつさ、ハイハイが、うん、オールナイトニッポンでナパームです流してる。そうそう。じゃあ俺そんなこと言ったら、ストライク TV って昔テレビやってたじゃん、ね、みんながさ、うん、世代がハマったのって歌謡曲流していくみたいなの、うんうん、俺最後だ、友近と、武井壮が同い年だよね、うん、でみんながレベッカとか、ね、そういうのやってる中、俺最後ナパームですかけたで、これ音源がもうどこに行ってもないっつって CD 持ってったの、これ自分で、うん、へー。そしたらそこでツイッターでさ、おいアホ見てナパームですテレビでかけるやつよくやってくれたみたいになったの。しかも初期中の初期の曲。ああ、そういうことね、うん、そのファンにとっちゃもう初期流してるぜこいつ。でも俺もちょっと半笑いで聴いてたやっぱ。はんたこの歌。どういう気持ちなの。日本だと誰だ。日本だったら SOB。 完全に SOB。 早いのが好きなのか。うーん、そう、この時はね、うん、でもより早いのばっかり求めて、もうより早いの、より早いのってデスメタルに行き、うん、スラッシュとかにも行き、いろいろ行って、やっぱ家にあったのがもう一番最初に影響を受けたのはこれだから、うん、早いのに、とにかくね、確かにエクストリームノイズテラーも早いもん、うん、早い。俺初めて聞いた時、これ音楽じゃないと思った。分かる分かる。そうだよね、なんだかもうよく分かんない。これ聞いてたらさ、ウェウェウェーとか聞いてたらさ、母ちゃんがさ、あんたこれ地獄の音楽だよ。だって閉めてきたい。そりゃそうだ。やめなさんなんだ、地獄の音楽。心配になるよね、それ。なんか言っちゃいそうだもんね。息子がさ、うん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 、いやいや、ワーワー、いやいや、ワーワー聞いてたらさ。まあまあ、そうだね、この。で、その影響を受けてさ、ホルモンね。うん、写真撮ってもらったね。そうそうそう、うん、ホルモンにあのサマソニックだったとか。そうだ、うん、あのお笑いブースがあって、ホルモンもサマソニックです、うん、で上田くんとさ、同じお笑い ブースの同じ日、うんうん、いやホルモン出てんだな、写真撮りてえなっつって。そうそう。でそしたらたまたまタバコを吸うところにいたんだよ、ね、かちょうどライブ終わって帰って、誰がいたの。りょうくんがいて、で上田くん緊張して、いや俺声かけてるけどっつって、俺がもう俺いいよ、言ってあげるよっつって、すいません、写真撮りたいっつってるんですよ。普通に、普通に全然、あ、すいません、ちょっと写真撮りたいっつってるんだよっつったら、あ、はいはいの、そう、もう、りょうくんは分かってなんか、ね、これ変わったこと普通に撮ったらね、こうやってダーッと、で、普通にさ、なんか緊張してこうやって撮ってるからさ、いいよ、こうやれよそうそうそう、もうなんか超痛いやつみたいな、こうやれ、こうやってやっつって。まあでも、多分お笑い好きやから大丈夫よ。あ、ほんと。でもまあ、俺ローリー寺西とかも好きなんだよね。ローリーさんね、やっぱそう、ロックンロールの感じね。そうそうそう、スカンチとかも好きやね、うん、こういうのもまあまあ
聞いてたっていう。これ聞いてたのね、うん、OK です。はい、ちょうど10分ですよ。これもうあんまいないと思うよ、こんな持ってるの。メルカリでいないし、こんなの紹介しに来る人いない。もうあんたで終わりだよ。でもコメント楽しみだね。本当はね、どんなコメント。これでもメルカリでやるとやっぱファードカー講習会とかもやっぱ高いよ。そうだろうね、集めてる人、うん、ね、わかりました。それこの人だってフジロックの1回目行ってるから。そうよ、言ってた。分かった。だから次ちょっとフジロックの一回目喋ってもらう。そうね。ね。分かりました。皆さん、とりあえずいいねと登録とよろしくお願いします。うん、なんだっけ、これ何 TV だっけ？バリサン TV。バリサン TV。そういうわけで今日のゲスト上田くんでした。ありがとうございました。バイバイ。バイテッカー。